はい、皆さんこんにちは。今日は信子さん、相馬信子さん、信ちゃんがいい？信ちゃんで、うん。はい、信ちゃん。こんにちは。信ちゃんです。ジェフです。イエーイ。はい。最近ですね、はい、シンプルチャージというテーマで、うんうん、はい、いろんな動画、ちょっとメッセージを作ってます。見てます。ありがとうございます。はい、また皆さんも、ぜひ感想とか質問とかあれば、ぜひ送ってください。はい、その、最近のメッセージは、自分の言葉を通して人を祝福することですね。はい、5つの愛の言語とか、うん、愛を言葉を通して伝えることはその一つですね、うん、そして私たちはもちろん家族、夫婦でも家族の中でも、友達と、そして職場ですね、学校での同級生とかの間に言葉を通して本当に神様の愛を伝えることができるんですよね。はい、簡単です。ですね、はい、そしてそれプラスですね、うん、はい、予言、はい、予言はいいですね。いいですね。皆さん、予言という言葉を聞くとどうなりますか？ちょっと怖い、あ、私はできませんとか思いますか？のぶちゃんは、はい、予言と言ったらそれはどういう意味ですか？予言と言ったら私が思い出すのはその漢字、預かる言葉、うん、で神様の心を預かって、で預かってるから誰かに渡すから、自分が受け取って喜んじゃうだけじゃなくて、それを聞いて人に渡すっていう、本当に励ましだったり自然なことだったり、でもその愛してるよっていうことを違うボキャブラリーで言う筋トレです。練習、愛の実践ですね。そんな感じですね、はい、預かる言葉ですね、はい、まあ、手紙みたいね、その人に渡す。そうですね。予言って、のぶちゃんの経験では、うん、クリスチャン、みんなできるですか？特別の人のためですか？うん、簡単ですね。聖霊様の心をもらっている私たち、聖霊様を受け取っている私たちが、予言したい、その神様の愛を分かち合いたいと思ったら、みんなできます。練習することとか聞き分けることとかあるんですけど、うん、でも予言ができないクリスチャンはいないと思います、うん、はい、すごいですね。では、あるクリスチャンは、まあ、クリスチャンになって長いですね、うん、年月の人でも、うん、いや私はできませんとかいう人、うん、結構たくさんいますよね、はい、いますね、うん、まあ、そのように考えている人は、もうとりあえず一歩踏み出す、うん、どうすればいいと思いますか？あ、すごい簡単なんですけど、予言って神様の言葉を預かってそれを話すことじゃないですか、うん、だからまず聖書を開いて、私の目にはあなたは高価で尊いっていうのを、うん、あ、これ神様の言葉です、うん、書いてあるから、聖書に書いてあるから、これは神様の言葉、そしてこれは真理ですよっていうのを受け取りますよね、うん、でそれを、はい、ジェフさん、神様がね、私の目にはあなたは高価で尊いって言ってますよって言ったら予言ですよね。とっても簡単、素晴らしいでしょ。そうですね、簡単ですね。でもちょっと ちょっと勇気がいるね。突然知り合いに、あなたは尊いとか、聖書の言葉じゃなくてっていうね。ああ、じゃあもっと、聖書の言葉です、うんうん、ですけど、なんかやっぱり勇気いるんですね、実際に人に言うことは、うんうん、私慣れすぎたからもなんかおしゃべりの一部だみたいな。そうですね、はい、でも確かにそうですね、うんうん、神様の言葉で始まって、うん、その言い方、例えば、あ、今朝は、この聖書の言葉を読んで、うん、あなたのことを思い出した、どうぞ。それでもいいです。いろんなクリエイティブに、例えばその職場の人とかだったら、うん、いきなりその聖書の言葉とかっていうのを緊張するかもしれないけど、例えば自分クリスチャンだし、今日あなたのために祈ってたら、こんなところもらったから、あなたはこういうふうに神様の目から見て大事だと神様思ってるよっていうような、あなたのボキャブラリーで主が言われますって言わなくても全然大丈夫だし、うん、あなたはとっても大事な人だって知ってましたとかっていうのもいいかなと思いますよ、うんうん、はい、いいですね、はい、その証はありますか、うんうん、はい、証があります。お友達に、励ましの言葉を、この人あげる人だよって言われていたんですけど、ある工房でこう働いてる方たちのところで、あ、じゃあ何か励ましの言葉言ってあげてって言われた時に、飛行機の絵が
見えたので、あ、今こういう飛行機の絵が見えたんですけど、うん、あなたはきっとこの飛行機を運転する人みたいにこう素早く動くことができてなんかっていう話をしてたら、なんかちょうどその人はこう人生の変革動いたりとかする時だったので、うん、あ、なんかみたいな感じですごいびっくりしたとか、うん、あとはあの自分のことにすごく自信がないよっていう葛藤していた人は、その本当にすごくシンプルな、あなたを愛してますよって、神様あなたを良いものとして作りましたよみたいなことを受け取っただけでもすごくなんか顔変わって、次回私が会った時に別人みたいな人とか、ね、そういう証はありますね。やっぱりあの予言言葉ってすごいですね、うん、あのまあ聖書の一番初めに書いてある言葉ですね、うん、あの神様は言葉を通して全宇宙を作られた、うんうん、そうですね。だからあの言葉は新しいことを作り出すものですね、うんうんうん、神様の言葉、はい、もちろん私たち勝手な言葉じゃないけどでも、うん、それを全部、ぜひですね、あの、うん、ね、聖書を読みながら覚えてください、はい、私たちはもしかしたら自分の言葉を通してその相手の人生の中に新しいことを始める、うんうんうんですね、紹介することができるんですね、うん、なんかリソースとか、はい、あの予言について、いい本とか、はい、神の通訳者ショーン・ボルツ著作です。あ、そしてこの人はすごく今こういろんなところから神様が大きく用いているこの神様との関係、神様との親しさの中から、神様がもう他の人が聞いたらもう口がポッカーンと開いちゃうような、知識の言葉、もう本人しか知るはずがない、うん、例えばここに書いてあるのは、うん、あのアメリカのものすごい億万長者の人の毎月書いてるっていう銀行の口座の番号とか、なんかもうありえないっていうようなこと、でもこのショーン・ボルツさんが人々を愛する心を育てたので神様が信頼して与えたっていう話なんですね、うんうんうん、なので私がとってもこうやっぱり予言をしたい理由っていうか愛だよって、うん、いうこと、その予言の賜物を使いたいからとかよりも愛で予言する、そうですね、人を愛する、そしてこの予言というのはこう道具ツールであって人を愛するため で、うん、そうですね、神様と人がつながるため、神様と地域がつながるため、神様と国々がつながるための道具ですっていうような話し方をしているので、うんうん、まあ、他にもいろいろいくつかの本はあったり、またはその教えもね、例えばその主が言われますっていうふうに信仰でこう私が言うのこうお皿を出したらご飯が乗ってくるみたいに何も分かんなくても主が言われますっていうのももちろん素晴らしい、そんな本もあるんですけど、うん、ちょうど今持っていました、この神の通訳者、ぜひ買い求めてください。あの、下にはリンクを入れておきますので、はい、ありがとうございます。そうですね、予言とかあの精霊の賜物、ある人を見たらその魔術のように考えるんですね。なんか人を、びっくりさせてなんか感動させるためのものと思っちゃいますが、そうではなく神様の愛を伝えるものですね。そしてあのちょうどですね、まあ、予言とか知識のことも考えましたが、はい、よく、まあ、伝道のためですね、あの、うん、こういうちょっとスケールを考えます。この完全に無神論者から、まあ、信仰を持つまでのプロセスですよね、はい、で、まあ、知識とかもちろん説得力のある話とかは素晴らしいですね、しかしそのこの動いていくですね、成長していくプロセスが非常にゆっくりの場合が多いんですね、うん、完全に無神論からも神様いるかなと思うところが、しかし聖霊様の賜物、うん、まあ、特に予言とか知識の言葉は、うん、例えば全然神様の存在信じない人から、うん、突然、うん、このイエス様のこと誰ですか、このイエス様って誰ですか知りたい、教えてください と、ね、という、うん、一瞬で、はいですね、進むというケースも多いので、うん、はい、皆さん、パウロが言ったように、うん、もう熱心に予言という賜物を求めなさいと、うん、はい、パウロが言いましたよね、はい、そうですね、ぜひ皆さんも、うん、私たちも続けて熱心に神様の言葉、うん、また愛を持ってその言葉を伝えることを求めていきましょう、うん、はい、そうです、あの愛があったら失敗はないので、やっぱり愛が先です。あの愛してないと失敗するのが怖いと思って予言できなくなっちゃうので、やっぱり神様を愛してその相手の人を愛するために予言をしたいなって思うことが多分一番助けるなと
個人的に思うので、やっぱり天のお父さんの愛を受け取って、お父さんの心を知って、その心を持って、あの愛してないよって言われても絶対傷つかないイエス様の心を持っていくのはとてもいいかなと思います。うん、はい。のぶちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございます。また神様の愛と平安の中で一週間のお過ごしください。はい。じゃん。